皆さんこんこにちはレックセンリー講師の野畑です今回の動画はですね「取説的合格スケジュール大公開」ということで取リのテキストを使った学習法ですとかスケジュールの組み立て方について話をしていきます。ただ一つあのご注意いただきたいのが、まあ、正直どのタイミングで取説のテキストを買って勉強するかまちまちだと思うのであくまでこの動画は一般的にはこうしていくべきだってことにします。 はい、ですのでこう学習を始めるタイミングが少し遅いという方は、まあ、この内容の中で使えそうなものをピックアップしてあの採用していただけるといいかなと思っております、はい、では早速見ていきましょうか、はい、で画面切り替えましてこの画面でお話ししていきますね。取説的合格スケジュールというところですがまずは、はい、1科目に対してサンクル制で考えていただきたいと思います。 あの科目たくさんありますもんね憲法があったりとか民法があったりとか行政法があったりしますが、まあ、あの首都科目例えば憲法とか民法とかねその科目に対してサンクール制で考えてほしいという形です。はい、まず、えっと、ある科目憲法とか民法を初めて勉強しますよ第一クールです。第一クールはは時間はかけないいでくださいとにかくざっくり全体を把握するという形で読み切っていきましょう。 あの赤シートを最初から使って覚えようとしてもまずあのうまくいかないと思うんでとにかく最初のところはもうざっくりあの最後まで読み切ってしまうという形ですね。で読み切っていく中で、まあ、該当箇所のの動動画画がああるということであればそこの無料動画も視聴していきますと特に試験に対して重要なものに関して動画を作ってますから重要テーマに関しては早めに理解を深めることができるのでまずはあの第1クールは2つ目、ね。 まず一気にざっくりと読み切っていく。そして該当箇所の動画を視聴してください。これ第一クールです。はい。で次が。第二クールですね。第二クールは同じその科目ですねに対して。時間をかけてじっくり読んでください。テーマごとにゆっくり読んでください。例えば。 あの憲法だったら第2章の「人権第2節で「人権共有したい」ってテーマがありますがそこはテキストを例えば16ページから23ページと、まあ、そこに絞って今日勉強しましょうか、ね、特定のテーマに絞って勉強してましょうとでしかも過去問チャレンジもテキストに入ってますから過去問にもしっかり触れていきましょうねっていうところですね。まあ、例えば第一クールは時間がなければあの過去問チャレンジ無視してもらっても構いません。 ただ第2クールはテーマを絞っていくのでそこに関してはじっくり取り組んでもらいます。はい、でテーマごとにじっくり読むということにプラスして、はい、第1クールと同じように例えばこれ憲法の勉強をしてるんだったら憲法全体をあのざっくり読み返してください。はい、テーマごとにじっくりと憲法全体をざっくりですね。 ある程度回転数を早めないと理解が深まらないので、まあ、全体を何回も繰り返していくってこととあと細かいところをテーマごとに絞って試験対策をしていくこれすごく大切だからテキストの読み方はあのじっっっくくりりり読読みみとざっくり読みがあまます第2クールは両方やっていきましょうそして第3クールさあ第3クールは問題集チャレンジしていきます。基本問題集にチャレンジをして 間違えた箇所についてテキストを見ていきましょう。はい。間違えた箇所についてテキストを見直していきましょうと。はい。いう形です。うん。まあ問題集だったりすると、あの解説のところにテキストページ書いてますからね。選択仕事で自分が曖昧だったようなテキスト書えることができるので、はいテキストに書いておくということが必要です。そこで弱点を補強するっていう形ですね。 はいまあ、赤シート使って覚えてもいいですしあと後回し OK だよってテキストに書いてあるものもこの段階で読んでいただければ OK です。はい、そして第3クールまで終わったら次の科目の第1クールに行きます。はい、憲法第3クールまで終わったら次の科目の第1クール例えば民法とか、ねえー、行政法とかの第1クールに行きますと、はい、まずこの3クール制ですねを意識してください。 あとその時のワンポイントなんですがあの場所ととかか時間によっってて学習内容を変えるのもいいいんじゃないかと思ってます例えばこう机でじっくり落ち着いて勉強できるんだったらテキストをじっくり読んだりとかね問題解くってことでもいいでしょうし通勤通学の移動時間20分とかねあとちょっとした空き時間でカフェに座ってますとかいう時は、まあ、ざっくり読み返すとか。 であれこれどうだったかなってことがあれば例えば付箋貼っとくとかこう何か残しておいてあとでじっくり確認するみたいな形であのじっくり読む場合とざっくり読む場合を場所とか時間で分けるってね形です、まあ、そうやってメリハリをつけていただいた方がいいと思うんですねはいじゃあまずはサンクール整列よって話をしましてその次これめちゃくちゃ大切で終わった科目のメンテナンスを忘れずにと。 そそうな、ね、そうななんんででですすねこれ授業もよ僕、授業を担当してますけども授業、例えば憲法があってで次、民法を勉強しますね。で民法が終わったぐらいであの憲法の話を僕はすするんですよね覚えてますか2ヶ月前にあった憲法ねって言うとみんな全然覚えてないんですね先生、そんな話をしてませんよっていういや、テキスト見てみなさいって開けて,開けてもらうとあのちゃんと線入ってますね。そうあの 終わった科目の復習しないと始めましてなっちゃうんですね。それってもったいないじゃないですか。だからあの皆さんにお願いしたいのは、こうどん科目を切り替えて勉強していくことになりますけども、終わった科目のメンテナンスをしっかりしていただきたいんです。はい、定期的なメンテナンスをして記憶を定着していただければと思います。まあ参考でこうエビングハウスの忘却曲線といって、こう適当な英単語とかを覚えて。 でえっとどれだけ時間経つと忘れていきますかっていうものなんですが、こう一気にこう忘れていきますもんね。まあこれはもうよくわかんない単語の羅列なので、まあ理解をしていくっていう法則は若干違うかもしれませんが、あの20分後にはもう半分ぐらい忘れているんですよ。で1日後には74%なので、そうなるとやはりこうなるべく早い段階でゴミ直すと。 早い段階で見直すとまた記憶戻っていってまた下がって戻って下がって戻ってという形で繰り返すことによって覚えていられる割合が高まりますからなのでこう定期的にこう終わった科目のメンテナンスはしてほしいというふうに思っておりますすな、はい、なのののででででここまままとめめんですが例えば憲法の勉強から始めました第からら始した第第クールです。 でそれが終わったら民法の第一第三クールですって民法をやってる時に憲法の定期的な復習をするですとかねで今度は民法も第三クールまで終わったら行政法に行きますけどもその時に憲法法とと民法の定期的な復習すするという形ですだから皿回しですね実は勉強ってどん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 大変になっていくんですよ。最初は1科目集中すればいいんですがこうどんどん進んでいくと終わった科目も回していかなきゃいけないからあの結構大変なんですね。うん なので、まあ、ちょっとね最初の頃と比べて勉強時間を増やさなきゃいけないんだってことはあの早めに理解しておくといいと思います。はい、で今言ったのを、まあ、続けていただくんですが、まあ、大体ですね大まかな目標ですけども、まあ、68月頃までに全科目やれてるといいかなと第1クールから第3クールまでについて全科目でまあ6月8月頃までにできてるいると。 あの直前期に申し受けたことができたりとか自分のの苦手箇所に関してじっくり復習ででできるのでっていう話です、まあ、もちろん勉強を始める時期遅ければちょっと6月間に合わないとかありますからそうするとまあ9月10月ままで時間かかるかるもしれませんそうすると直前期の復習が減りますけども、まあ、だからといってそれで合格できないわけではないので、まあ、早めに勉強している方の方が早めに自分の弱点を補強する時間が直前期持てますよって話ね。 と思ってください。はい、ということで、取説的合格スケジュール大公開という動画以上としていきたいと思います。で、あの私自身が個人的にブログとかやってたりとか、あの別途 youtube でこういろんな情報を提供したりしてますので、あのまあ、どのタイミングで勉強されるかはまあ、待ちましたと思うんですけども、あの適宜あの私のブログですとか youtube 見てもらって、あの使えるものは使っていただけるといいかなと思います。はい、では本日の動画は以上です。お疲れ様でした。